人、物、金をテキサスへ、 CCIM のルークです。昨日、私の防衛大学校同期の関淳が日本電産社長を退任し退社するということが発表されました。彼は防衛大学を出た後に、陸上自衛隊に、私と一緒ですけど進みまして、パイロット志願だったんですけど、この目が悪くてですね、パイロットになれず日産自動車に入ったんですね。そこで頑張って最後はこの副最高執行責任者に就任が発表されました。その時に日本電産の永森 CEO がナンバー3はつまらないからうちに来いと声をかけて、その後日本電産に移ったんですね。昨今のこの経済情勢の中、業績不振が続いて、今回退任退社となってしまいました。私の同期28期は自衛隊はもちろん民間でもかなり活躍しています。例えばグッドビルグループを大きくして、介護のコムスンも大きくした折口正弘、 HIS グループで先日社長になった矢田元氏、政界では311の前から宮城県知事を務めている村井義弘、そういった多くの優秀な人材がいました。今でも防大の同期とはちょこちょこ会ってですね、酒を飲みながらいろいろな国際情勢とか、そういった話をしています。国際情勢というと、防衛省、私がいた時は防衛庁だったんですけども、2007年に省に降格してしました。その防衛省が毎年防衛白書を出しています。今年の防衛白書2022は1ヶ月ほど前に出されました。日本経済新聞が防衛白書を読むという連載記事を上げていたので、今日はその中からいくつかこの防衛白書を紹介させていただきたいと思います。まずはロシアによるウクライナ侵攻、防衛白書ではアジアを含む国際秩序全体の根幹を揺るがすと非難しています。そしてロシア軍を大都市のこの初戦における掌握の失敗を分析して、作戦、指揮統制、ハイブリッド戦の3分野に初戦の敗因があると分析しているんですね。まず最初の作戦はですね、ミサイル攻撃を徹底せず航空優勢を確保しない状態で地上戦に地上侵攻してしまったということを挙げています。そしてウクライナ軍のこの攻勢の意欲などを楽観的に見積もった可能性があるとしているんですね。指揮統制は各軍の連携不足や一元的な指揮の欠如によって地上部隊の逐次投入を招くと言っています。ハイブリッド戦ではアメリカやイギリスの積極的なインテリジェンス情報の開示によってロシアの偽情報のルフなどが走行せずとしています。続いて台湾有事を念頭に中国の軍備増強への警戒感を強調しているんですね。核戦力やミサイルの拡充を示しながら、日本や国際社会の安全保障上の懸念になる傾向が近年よりも強まっていると明記しています。そしてロシアとの軍事協力に警戒感を示していますね。中国の国防費は 24.7 兆円と日本の防衛費の 4.6 倍あります。過去10年間で 2.2 倍になり、30年間で見ると39倍になっているんですね。そして核弾頭は2027年までに最大700発、第4、第5世代の戦闘機の数は日本の4倍、空母は今3隻あるという体制になっています。続いて北朝鮮については、日本の安全に対する重大かつ差し迫った脅威と言及しています。
これまでの大陸間弾頭、弾道ミサイル、ICBM などに搭載して、相手国のこの基地、そういう都市ですね、そういうところを標的とする戦略体から今戦術核にこう変わっていると指摘しています。戦術核というのは要は、核使用のハードルが低く、簡単に使える核ということですね。大きな核、威力のある核はなかなか使いづらいですけども、局地的な核を使う可能性が高まっているということです。そして極東のロシア軍の戦力について依然として、核戦力を含む、相当規模の戦力が存在すると分析しています。ロシア軍は極東地域に兵力8万人以上、艦艇260隻、作戦機、空爆機ですね、320機を展開しているということです。そしてこの極東地域に最新装備の配備がどんどん進んでいると言っているんですね。太平洋艦隊は、原子力潜水艦、13隻を入っているわけですけれども、その中には弾道ミサイルを搭載している、原子力潜水艦 SSBN があります。これは相手に見つからずに、この核ミサイルをこう出すことが飛ばすことができるんですね。そして最近は中国とロシアの間でこう軍事協力がかなり広まっているということで危機感をあらわにしています。私も日頃から言ってますけども、日本は中国、ロシア、北朝鮮、この核保有国に囲まれて、我々は核を持っていないと。この状態はもう一日も早く改善されなければとても対抗できません。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。